そうですね、まあ、浅田選手、真央ともどうするのみたいな、今後どうしていくみたいな話もしたこともありますし、まあ、でも真央が思うようにするのが一番じゃないっていう風に話したりとかもしていたので、メダルを取れなかった悔しさと最高な演技ができたっていう嬉しさと、その両方を持ってると思うので、まあ一度くらいゆっくり休んで、まあ、じっくり考える時間は僕も必要だと思いますし、やるって言ったら、まあ、1年くらい休んだなって僕はアドバイスしちゃうかなって思っちゃったので、まあ彼女の決断は良かったんじゃないかなというふうに思っているので、まあ焦らず、これからの人生なのでゆっくり考えてもらえたらなと思います。